コハルンです。バーチャル YouTuber コハルです。今日は金曜日なのでね、コハル日和まとめですよ。数日前からパソコンのメールアドレスにすっごいたくさん迷惑メールが届くんですよ。同じ文面のやつ。それ自体は2年くらい前から同じようなのが出回ってるメールで、英語なので大雑把に訳をすると、お前のパスワードは知っていると。で、それゆえに、お前のパソコンの中の恥ずかしいデータとかも全部俺の手の中にあると。お前のアドレス上の人物にそのデータをばらまかれなくなければ、お金を振り込めって言うんですね。もうね、何から何までバカらしくって、パソコンも自由にできるならクレカなりなんなり好きにすればいいし、いくらでもお金にできる手段もあると思うんですけれど、それをしないで振り込めっていうのがもう頭悪いじゃないですか。でもね、私、何年か前に、パスワードが一つ、そういうやつらにバレちゃったことがあるんですよ。私の不手際じゃなくって、私が利用していたサイトの一つが、スーパーハッカーさんにやられて、情報を流出しちゃった感じなんですけれど、そういうメールって、冒頭に、お前のパスワードはこれだって書いてくるんですよね。で、今は私そのパスワード全く使ってないので、そのパスワード書かれても、それは情報古いよって思って終わりなんですけれど、やっぱりちょっと気分悪いですよね。で、今回のメールなんですけれど、一覧のメールに書いてある、お前のパスワードはこれだろうっていうやつが、全く心当たりないんですよ。っていうか、むしろ文字化けしてる感じなの。まあ、向こうも手動でやってることではないんでしょうけれど、それにしてもお粗末というかなんか。でもね、こういう迷惑メールって、送ったもん勝ちみたいなところあるじゃないですか。基本的に捕まらないし、お金振り込まれたらラッキーみたいな。私、それがすっごい気に食わないんですよね。いつか、こういう迷惑メールを送ってる人から何か踏んだくれないかなって思い続けているので、いい報告ができる日が来るといいですね。ということで、今週の VTR、行ってみましょう。バーコハルンです。バーチャル YouTuber コハルです。今日は2月15日土曜日です。2月15日といえば、1989年の2月15日に、ファミリーコンピュータ用ソフト、ファミコンジャンプ英雄列伝が発売されました。これはね、週刊少年ジャンプの創刊20周年記念で作られたゲームで、ピッコロ大魔王が率いるジャンプの悪役キャラたちがジャンプワールドを乗っ取ろうとしているので、ジャンプのヒーローたちの力を借りてそれを止めようっていうお話です。主人公はジャンプ読者の少年で、オリジナルキャラなんですけれども、出てくるオリジナルキャラはその主人公くらいなんですよね。あとは、敵役とか、村人的立ち位置の NPC まで、すべてジャンプのキャラが登場しています。ファミコンジャンプの最大の見せ場は、ラストバトルでしょう。こちらが仲間にできた16人のヒーロー対、悪役13人の反逆同盟というもので、1対1での勝負を繰り返していくことになります。有利不利の相性はかなりあって、原作とは全然関係ないキャラを見つけた方が、超有利なこととかもあったりして、なかなかバランス的な厳しかった思い出があります。ゲーム全体で言えば、そもそも漁業からシリアスまでごちゃ混ぜにしているので、世界観っていうものはほぼ存在していません。ストーリーの流れ的には無茶なものがあったりするのですけれど、キャラゲーとして一番大事なところであるキャラは守られていて、いわゆるキャラ崩壊みたいなものはあまりなかったようです。おそらくは権利的な問題で、バーチャルコンソールなどで遊ぶことはできませんけれど、当時ミリオンヒットした作品なので、ファミコンソフトとしての入手のしやすさで言えば簡単な方だと思います。ご興味があれば遊んでみてくださいね。それでは今日も一日ゆるゆると行ってみましょう。わーこはるんです。バーチャル YouTuber こはるです。今日は2月16日日曜日です。2月16日といえば1996年の2月16日にプレイステーション用ソフトハードロックキャブが発売されました。これね、1996年にセガサターンと 3DO とプレステでマルチ展開して発売されたソフトなんですけれど、なぜかセガサターン版ではデススロットル、 3DO 版ではガランティーンというタイトルになっています。パッケージは違いますけれども、中身は同じゲームです。ゲームの内容的には、プレイヤーはタクシー運転手となってお客さんを乗せて目的地に運ぶっていうものなんですけれど、お話の過程をすっぽかして話すと、主人公がいるのは、巨大な刑務所、隔離施設の中なんですよね。で、刑務所の中にはクレイジーな奴らがいっぱい暮らしていて、車以外にも戦車とか戦闘機まで走っていて、主人公のタクシーは丸腰ではありません。最
最初はバルカン砲しか積んでいないんですけれども、各地に点在するショップで、レールガンとか、火炎砲石とか、バンパーにつけるチェーンソーとか、そういうものを買って、マシンをグレードアップさせていきましょう。また、厄介な客というのもいて、タクシーの後部座席に乗り込んでから、頭のおかしなことを言ってきたりします。その時にはどうするのかっていうと、セレクトボタンを押せば全て解決です。押した瞬間に、強制射出シートを作動して、お客さんは、遥か彼方にぶっ飛んでいきます。もちろんお客さんは無事ではすみませんけれど、まあそんなことは些細な問題でしょう。また、ハードロックキャブのタイトルに恥じず、ゲーム中の BGM には、実践するロックの曲が使われているので、BGM の良さにも安心感はありますが、実況などするときは著作権に注意しなければなりませんね。ご興味がある方は遊んでみてください。それでは、今日も一日ルールと行ってみましょう。おはこはるんです。バーチャル YouTuber こはるです。今日は2月17日、月曜日です。2月17日といえば、2011年の2月17日に、プレイステーション3用ソフト、キャサリーが発売されました。キャサリーはパズルゲームですけれども、パズルを間に挟んだアドベンチャーゲームっていう感覚もするゲームで、基本的にプレイヤーはストーリーを楽しむことになります。主人公のヴィンセントは32歳の男性、K の方のキャサリーと5年くらい付き合っていて、結婚してほしい感を匂わされています。逃げ切れない男であるところのヴィンセントは結婚に踏み切ることができず、K キャサリーに答えを提示できずにフラフラしています。そんな折、ヴィンセントが行きつけのバーで出会うのが、C の方のキャサリンです。奔放で自由の匂いのする彼女に見せられたヴィンセントは、酔った勢いもあり、誘われるままに関係を持ってしまいます。そのことを後悔するヴィンセントは、それと時を同じくして悪夢を見るようになります。それは、最近街で噂されている悪夢。落ちる夢を見たとき、すぐに目を覚まさないとそのまま死ぬというものです。果たしてヴィンセントは、どういう結末を迎えるのでしょうか。というのが、大まかなストーリーのオープニング部分の流れです。エンディングは全部で6個あるマルチエンディング方式で、主に K キャサリンと C キャサリンのどちらを優先するのかという分岐の仕方をしていきます。当時、パズルモードの難易度の高さから、後半、特にランダム要素が強くなってきてからは、パズルとしての出来がひどかったと個人的には思います。賛否両論もらったゲームですけれども、ストーリーは面白いものとなっております。2019年には、新ヒロインを加え、難易度調整もされた、キャサリンフルボディというものが発売されているので、今からプレイされたい方は、そちらをプレイするといいのかもしれませんね。それでは、今日も一日ルールと行ってみましょう。おはこはるんです。バーチャル YouTuber こはるです。今日は、2月18日、火曜日です。2月18日といえば、2016年の2月18日に、プレイステーションビータ用ソフト、カンコレカイが発売されました。私ね、カンコレカイは買ったんですけれど、ほとんどプレイしてないんですよね。なので、今日は主にブラウズゲーム、カンタイコレクション、カンコレを中心に話をしていきますね。カンコレのプレイヤーは、提督となって、第二次世界大戦あたりに活躍した軍艦を、擬人化した少女たち、カンムスを率いて、深海星艦と呼ばれる敵と戦っていく話になっています。モチーフとなっている軍艦自体は大戦当時のものですけれども、世界観としての時代は現代に近いようで、ブラウザ版の時報ボイスを聞いた限り、コンビニとかスマホとか深夜アニメが存在している世界となっているようです。基本的にはお気に入りの子を見つけて、それを育成するのが楽しいゲームです。監視によってできることに限りはありますけれども、駆逐艦や解剖艦でも、彼女たちにしかできないこともありますし、戦艦は威力の高い手法を打てる代わりに燃費が悪かったりといったデメリットもあります。やり込みプレイヤーさんの中には、自分のお気に入りのゲームネタ的にはそれほど強くない娘たちだけを使って、イベント海域の最高難易度を攻略されているプレイヤーさんもいらっしゃいます。イベント海域は運ゲー的な要素も強いため、ストレスの溜まる部分もありましたけれども、それゆえに勝った時のうちの娘たち頑張った感も強く、楽しいものでした。カンコレ界は2017年には生産が終了していて、発売延期期間が長かったこともあり、発売していた期間よりも発売延期していた期間の方が長かったソフトとなってしまいました。
ですが、いずれサービス終了したら会えなくなってしまう可能性のあるブラウザ版のカンムスを愛する提督ならば買っておいても良いのではないでしょうか。それでは今日も一日ゆるゆると行ってみましょう。おはこはるんです。バーチャル YouTuber こはるです。今日は2月19日水曜日です。2月19日といえば、2009年の2月19日にプレイステーションポータブル用ソフトアイドルマスター SP パーフェクトサン、ミッシングムーン、ワンダリングスターが発売されました。これね、タイトルが異常に長いわけじゃなくって3本のソフトなんですよ。アイドルマスター SP までが共通で、アイドルマスター SP パーフェクトサンっていうソフトと、アイドルマスター SP ミッシングムーンっていうソフトと、アイドルマスター SP ワンダリングスターっていうソフトが発売されたんです。もともとはアーケードのゲームだったアイマスの移植作としては XBOX に次ぐ2作目となっています。アイドルマスターのプレイヤーはアイドル事務所のプロデューサーとなってアイドルをプロデュースします。実際のプロデューサーっていうのがどういうことをするのか私はよく知らないんですけれど、アイマスにおけるプロデューサーはマネージャーみたいなことをしています。アイドルとコミュニケーションをとって、その才能を遺憾なく発揮させトップアイドルを目指すゲームになっています。ライブのシーンでは音ゲームをします。で、PSP 版なんですけれど、そもそもアーケード版は9人の女の子から1人を選んでプロデュースするゲームだったんですね。 XBOX 版ではそれに星美希さんが追加されて10人から1人選んでプロデュースするゲームになりました。かっこ、マミちゃんはアミちゃんのコンパチキャラなので除きます。かっこ閉じ。 PSP 版の3本は簡単に言ってしまえばプロデュースできるアイドルが違います。各ソフトごとに3人のアイドルをプロデュースできて、3本で合計9人のアイドルがプロデュースできるんですね。アイマスは非常に裾野の広いゲームとなっていて、今ではシンデレラガールズをはじめとする派生作品もいっぱいありますけれども、逆にそこに敷居の高さを感じてしまう方もいらっしゃるかもしれません。中心となっているのはナムコプロの13人のアイドルだと私は思っていますので、今年プレステ4とスチームで発売予定の新作からプレイされてみるのもいいんじゃないかなと思います。それでは今日も一日ゆるゆると行ってみましょう。おはこはるんです。バーチャル YouTuber こはるです。今日は2月20日木曜日です。2月20日といえば、2020年の2月20日。つまり今日、プレイステーション4、任天堂スイッチ用ソフト、ペルソナ5スクランブル、ザ・ファンタムストライカーズが発売されます。これね、私、全然情報を仕入れてないんですよ。ペルソナ5自体はすごく好きで、無印を買ってコンプリートした上で、プレスの5ロイヤルっていう完全版も買って、そっちはまだ途中までプレイして溜まっているんですけれど、そのプレスの5の物語の半年後が舞台っていうことで、私ね、むしろあんまり情報を知れないようにして楽しみにしているんですよ。とはいえ、この小春日和で振り上げる上で、何にも情報ないんじゃ喋れないので、公式サイトを覗いてみた感じ、今度のプレスの5スクランブルでは、日本各地をキャンピングカーで旅するっていう話になるみたいですね。プレソナ5本編は東京が舞台でしたけれど、渋谷や吉祥寺といった街がリアルに再現されていて、とてもワクワクしました。今回は各地方都市の皆さんもその感覚が味わえるのではないでしょうか。ともあれ、そのプレソナ5本編の半年後が舞台のプレソナ 5S。私は当然予約購入しているので、皆さんがこの動画をご覧になる頃にはプレイしていると思います。もし、プレソナシリーズやったことないよって方がいらっしゃったら、今だったらプレソナ5ロイヤルから始めるか、あるいは、ペルソナ4ゴールデンあたりから入ってみるのがいいんじゃないかと思いますので、ぜひ遊んでみてくださいね。それでは、今日も一日ゆるゆると、行ってみましょう。おはこはるんです。バーチャル YouTuber こはるです。今日は、2月21日、金曜日です。2月21日といえば、1986年の2月21日に、ファミリーコンピュータ用周辺機器、ディスクシステム、が発売されました。ディスクシステムっていうのはファミコン用の周辺機器で、ファミコンってこうロムを挿して電源を入れるとゲームが動くわけですけれども、そのロムを挿すスロットにディスクシステム用のアダプターを挿して、ディスクシステム本体とファミコンをつなぐわけですね。で、ディスクシステム本体には磁気ディスクの読み書きができるスロットがついていて、ファミコンの電源を入れるとディスクを入れる待機画面になるので、そこでゲームデータの入った磁気ディスクを挿入すると
ロードされてゲームが遊べるっていうものでした。磁気ディスクの規格としては 3.5 インチフロッピーディスクよりちょっと小さいくらいだと思うんですけれど、その容量は当時のロムカセットの3倍くらいあって、より大容量のゲームを遊べるようになりました。また、当時はまだバッテリーバックアップがなかったので、ファミコンにはセーバーの機能がなかったわけですけれども、磁気ディスクに書き込みを行うことで、本体の電源を切った後でもデータが保持することが可能になりました。また、当時の子供たちの嬉しかった機能として、書き換えというものがあり、おもちゃ屋さんにディスクシステムのディスクを持って行って、500円払うと、手持ちのディスクの内容を別のゲームに書き換えてもらえるってサービスが行われていました。これは、お小遣いでゲームをする子供たちには嬉しいサービスでしたけれど、空っぽのディスクってものは売られてなくって、ゲームの入ったディスクを買って書き換えることしかできないっていうのは残念なところでした。このように、子供たちに好かれたりもしたディスクシステムでしたけれど、ロムカセットの大容量化、ディスクシステムと同年、1986年には、すでに容量1メガビットのロムカセットゲームが発売されていました。閉じ。翌年、1987年のバッテリーバックアップの登場、リチウム電池を用いることにより、ロムカセットでもセーブができるようになりました。閉じ。によって、徐々に優位性を失っていき、市場から消えていきました。それでは、今日も一日リレルと行ってみましょう。ネタバレにならない程度にペルソナ5本編のおさらいをすると、主人公たちはある時から、人の歪んだ欲望の象徴、パレスに入ることができるようになります。